の中のキルケと恋人たちは、世紀ルネサンスのイタリアの画家ドッソドッシが1525年頃に制作した絵画、油彩。主題は、ホメロスのジョージシ・オデュッセイアに登場するギリシア神話の有名な魔女、キルケとされている。ただし、アリオストのクルエル・オルランドに登場する邪悪な魔女アルチーナとする見解があり、制作年代も、 また画の初期とする説とより後の時代のものとする説がある。発注者に関しても謎に包まれているが、近年の研究でマントバのゴンザーガ家のために制作されたと考えられている。現在はワシントン DC のナショナルギャラリーに所蔵されている。石板を持つキルケ。アルブレヒト・デューラーのセエウスタキウス。ホメロスのオデュッセイアによると、魔女キルケはアイアイエ島を訪れた。 異国人を魔法で動物に変えたと伝えられている。キルケは客をもてなすときに飲み物に故郷のことを忘れさせる薬を混ぜ、客が飲み終わるのを見計らって杖で打った。すると彼らはことごとく動物に変身した。変身した動物は体が大きく眠うなけのでもおとなしい性格になるり人懐っこくついて回った。キルケの館の周囲には このようにして動物に変えられた人間が数多くいた。魔女キルケは自然豊かな川のほとりで足元に魔法の書物を開き、彼女の魔法で動物と化した恋人たちに囲まれて座っている。開かれた魔法の書物には五芒星の魔法円が描かれており、さらにキルケは呪文が刻まれているとおぼしき石板を持ち、動物たちに何かを教えているように見える。 キルケを取り囲む動物たちは鹿、イタリアングレーハウンド、白い子犬、鷹、フクロウ、ヘラサギなどがいる。作風は、ジョバンニベッリーニやジョルジョーネといった、ベネツヤ派の強い影響が伺える。もともと画面左側の中央に、ライオンとも多い頭の鹿が描かれていたが、画家自身によって塗りつぶされている。その箇所は後に、絵の具が薄くなり、下に隠れていた動物が、 部分的に見えるようになった。この動物たちは、現代の修復によって一時的に蘇ったが、ナショナルギャラリーの修復で再び覆われた。オデュッセイアではキルケが魔法で人間を、狼、獅子、豚に変えたとあるが、ドッソドシはこれらの動物をほとんど描いていない。またキルケはホメイロスが言及した、長い杖を持っていない。そのため一部の研究者は彼女を、 クルエル・オルランドに登場するキルケによく似た魔女、アルチーナと考えた。しかしフェルトン・ギボンズが指摘したように、アルチーナは犠牲者を動物に限らず、植物、噴水、岩にも変えている。これに対して、マウリツィオ・カルベージはどちらも否定し、むしろ、オイディウスの変身物語で、キルケの恋のライバルであり、美しい歌声で、木々や岩を動かし、野獣をなだめ、 野鳥を集め、川の流れをとどめたと語られている妊婦のカネエンスであると主張した。ただし、変身物語のカネエンスの物語では絵画に描かれているような魔法の書物や石板について合理的な説明ができない。このことから、ドッソド氏は古典文学に限らずもっと自由に手術の情報源を利用して画家自身の解釈でキル毛を描いたと考えられる。 例えば同時代の文学作品による着想源として、アリオストの他に、マッテイオ、マリーア・ボイアルドの恋するオルランドが指摘されている。この作品では、ボイアルドは鳥と動物の両方に言及し、キルケ自身が白い鹿に変身したことについて触れている。また1501年のアルブレヒト・デューラーのエングレービング聖エウスタキウスから、 シカとグレーハウンドの図像を借りたことも指摘されている。制作年代に関する研究もまたドッソドシの難解さを明らかにしている。絵画を所有したロバート・ベンソンを、はじめ20世紀の最初の30年間のほとんど、すべての研究者は、ジョルジョニズムが明白であることから、初期の作品と見なした。その後、ロベルト・ロンギが、ドッソドシの想定される、初期作品を、 グループ化すると、絵画は、やや遅めの1520年代初頭と、考えられるようになった。これに対してマゼッティは、ドッソの初期の様式の官能的な自然主義が、関連的となり、かつ様式化された1530年代初頭後期の、作品であると提案した。シャプリーもこれに同意し、線のクオリティとコントラポストは、初期のドッソでは異例であると指摘している。 X 線撮影による調査は、女性像がもともとは、スリムであったことを明らかにしており、おそらく1520年代に、現在の女性像まで拡大されたと思われる。ドッソドシ、メリッサもまた、キルケを描いたと言われることがある。1518年頃あるいは1531年頃。ボルゲーゼ美術館所蔵。本作品はおそらく、マントバのゴンザーガ家のコレクションに由来する。 イングランドのチャールズ一世は、フェルディナンド一世、コンザーガの死後の1628年に、フェルディナンドのコレクション全体を購入しており、これによって、コレッチョのキューピットの教育、眠れるビーナスとキューピット、サチュロスなどの有名な作品がイギリスに渡っている。本作品もこの時に取得された絵画と考えられており、実際にチャールズ一世の目録には本作品と思われる。 ランドスケープド・オブ・エンチャントム・オブ・ドーシー・ナイシー、A、ランド・シェープ・ W ・ェイ・ウィッチ、バイ・ドアス・デ・ファラロ・ナル作品が記載されている。それから200年以上もの間、絵画は記録に現れなかったが、1886年に、ロンドンのウィリアム・グラハムの邸宅と共に売却され、ロバート・ベンソン夫妻の有名なコレクションに入った。その後、夫妻のコレクションは1927年に、 初代デュビーイン男爵、ジョゼフ・デュビーインに売却された。さらに絵画は1942年にニューヨークのサミュエル・ H ・クレス祭壇に売却され、その翌年にナショナルギャラリーに寄贈された。ありがとうございます。